こんにちは、メイクアップアーティストの兵頭さゆりです。今回はセザンヌで買うべきコスメベスト5発表していきたいと思います。他のブランドのプチプラにはない特徴のあるアイテムを特に選ぶように意識しましたので、皆様ぜひぜひ参考にしてください。それでは早速いきましょう。ということでね、早速ベスト5発表していきたいと思いますが、はじめに他のプチプラよりもセザンヌこんなところがすごいぞっていう風に私が思っているポイントが2つあるので、先に前提としてぜひ聞いていただきたいんですけれども、まず他のプチプラと違うねセザンヌの特徴、私の大好きなところで言うと、使用感、メイクアップ効果はもちろんなんですけれども、トレンド感もしっかり抑えているという点。そして2つ目は幅広い年齢層であったりとか、お悩みを持っている方にも使えるアイテムが揃っているというところ。ここの2つバランスよく揃ってるブランドさんって意外と少ないんじゃないかなっていうふうに思うので、そんなねセザンヌさんの中から本当に大好きなアイテムを5つ選びました。もっと5つに絞るの大変で、もう涙ちょちょ切れでしたよ。はい、それでは早速発表していきたいと思います。まず第5位はこちら、ナチュラルマットシェーディングです。お顔周りのシェーディングやノーズシャドウなどお顔の中に影を仕込めるようなアイテムです。こちらはですね、シェーディング初心者さんにおすすめの、自然に小顔に、そして立体感をお顔に与えてくれるアイテムになっております。まずおすすめポイントで、かつ他のプチプラブランドと違うなって思うところは色展開なんですよ。こちらが01番のウォームトーンで、こちらが02番のクールトーンなんですけれども、まあ俗に言うイエベ、ブルベというような感じで色を簡単に選ぶことができるんですね。シェーディングってね、濃いブラウン系と薄いブラウン系みたいな感じで分かれていることが多い中で、黄み寄りのシェーディングカラーと青みを含んだシェーディングカラー、この2色で展開することによって、どっちか使えば絶対にみんなに合うシェーディングカラーっていうのを提案してくれてるんですよ。さらにですね、粉がすごくしっとりしていて肌なじみがいいんですね。なのですっごく自然に立体感を与えてくれて、小顔な印象にしてくれるんですよ。もうこれが本当に神です。ブラシがすごく工夫されているんですね。で、例えばこちら側のちょっと小さめのブラシの方だったら、眉にこんな感じ上から色を入れて、そのままこのノーズに使ってもいいわけですよ。で、あとは鼻先の部分のシェーディングってちょっとまっすぐしたいと思うので、こんな感じでね、まっすぐ鼻筋を作るのにもすごく適してるんですね。こちらの斜めカットのブラシに関しては、先ほどのブラシでも眉頭使えたんですけど、よりねこの眉頭から鼻筋につながるラインっていうのは、斜めカットのブラシすっごいこれ自然なの分かりますか？な感じ作ることができたり、あとはブラシ自体がちっちゃいので、あんまりふわっとお顔全体のシェーディングに適しているかと言われるとそうではないところがあるんですが、例えば頬骨が張ってるのが気になるなっていう部分的なね狙いを定めたシェーディング、エアちょっと削りたいなって狙いを定めたシェーディングに関しては全然可能です。強いて言うと、やっぱりお顔全体のシェーディングに関しては大きめのねふわっとしたフェイスブラシの方がうまくできるかなというふうに思いますので、お顔全体ねシェーディング影を入れたい方には別のフェイスブラシを使うことがおすすめです。はい、そしておすすめ第4位はこちらです。ウルフア仕上げパウダーです。私が手元に持っているのは03番のルーセントクリアです。パウダーを塗ると顔が粉っぽくなってしまうのが嫌だとか、ごわついてしまう、仕上げのパウダーを塗ることで結局お顔に厚塗り感が出てしまうっていう風に悩んでいる方におすすめの、素肌感を生かしたファンデーションの仕上がりを生かした仕上がりにしてくれるフェイスパウダーになっております。しっかりしたふわふわのパフがついていて、中にこんな感じでね仕切りがあるので、パフを入れて持ち歩いてもすごくね衛生的に保つことができます。ノンケミカル処方で石鹸オフできます。そして5種類の保湿成分が配合されています。私ね今日実はファンデーション塗った後にお粉を塗っておりませんので、これでちょっとお粉塗りたいと思います。カンカンとね、この粉を塗ってても粉っぽさがなくてマットになっちゃう感じもないんですけど、触るとねサラサラになってるんです。これがすごい。なんで？ファンデ
デーションとか下地のツヤ感ちゃんと残ってますよね。こういうアイテムってなかなかプチプラで見かけないんですよ。結構プチプラの人気のフェイスパウダーってサラサラなるね、皮脂テカリを防止してくれるようなアイテムっていうのは多いんですけれども、デパコスみたいな感じでふんわりしっとりリッチな使用感のものってプチプラの中でね、あんまりないというか結構レアな存在だと思うんですよね。これはね、1個持っておいて損なしの素肌をね綺麗に見せてくれるフェイスパウダーです。そして第3位はこちらです。じゃじゃーん、2個持ってるんですけれども、ミックスカラーチーク N の10番ペールハイライトです。誰でも似合うツヤってまさにこのことだよねっていう美肌見せハイライトになっております。これね、特徴はこんな感じで4色入ってるんですよ。で、これをぐるっと混ぜて使ってもいいし、まあ1色だけね、どっか使いたい部分で使ってもいいんですけれども、4色入っていることによってすっごく肌なじみがいいんです。プチプラのハイライトって結構キラキラ感が強いものだったりとか、あとはクリームのねタイプのものも多いかと思うんですけれども、このね絶妙ちょうどいい肌なじみ抜群のハイライトって地味に見かけないなっていう風に思うんですね。こういうとこにちょんちょんと乗せてもうなんかハイライトのすごい浮いてる白っぽくなっちゃう感じはないんだけれども、自然にねこうツヤを与えてくれる感じ。ノーズもちょっと透明で見るとしっかり入ってるのがわかるかと思います。こんな感じで適度に効果を出しつつナチュラルっていうのが私的にはねすっごく嬉しいアイテムだなと思っております。はい、そして第2位はこちら。私の動画でもね最近すっごく出ているかと思うんですけれども、セザンヌのノーズアイブロウパウダーの03番のコーラルブラウンと04番のモーブブラウンです。ワンアイテムでトレンド感を出して一気に垢抜けたいという方におすすめのアイブロウパウダーです。結構他のプチプラアイテムでもカラー眉のアイテムって出てると思うんですが、ダントツでセザンヌがどんな人にも合うカラー眉っていうのを提案してくれていて、かつ今っぽさっていうのがね出るんですよ。デパコスとかでいわゆるジルスチュアートとかでも結構カラー眉アイブロウパウダー流行ってると思うんですけれども、なんかねそんな仕上がりを連想させるようなプチプラアイテムっていうことでチョイスしました。私もね実際今日コーラルブラウンで眉を描いております。ね、ブラウン眉しか使ったことないっていう人でも使えそうな感じするし、こちらのモーブブラウン使っているシーンはちょっとね過去動画で今映像をお出しします。こんな感じでもうちょっとコーラルブラウンよりもより大人っぽいというかね落ち着いたカラー眉って感じですね。はい、なのでまあ黒髪さんとか結構お洋服とかもネイビーとかモーブ系とかグレーとかが多い方はモーブブラウンの方が合いやすいと思うし、私みたいにこういう感じのちょっと明るい服を着たいとか、あとは髪色もね明るいよっていう方はコーラルブラウン似合うんじゃないかなと思いますが、まあ、でもねどんなタイプの方にも結構似合うと思うので、まあ、あんまりこう自分の枠にとらわれずにどっちにもトライしてみてほしいなと思います。そして第1位はこちらです。じゃじゃん、これはね第1位悩みすぎて使用頻度で選びました。耐久カールマスカラです。これは綺麗にセパレートした最強まつげを作りたい、まつげメイク大好きっていう皆さんにおすすめしたい最高なマスカラ下地ですね。こちらはですね水汗涙に強いウォータープルーフ仕様になっていて、さらにですねこれ1本3役になっております。クリアマスカラ、マスカラ下地、トップコートとしても使うことができるんですけれども、とにかくですねこれを使ってると使ってないではまつげのカールキープ力が全然違うんですね。でこれねちょっと過去動画で検証した画像を出ししますが、こんな感じダマになりにくいし、次にのせるマスカラのつきもねすっごく綺麗にナチュラルにつくようになるんですね。ちなみに今日のまつげメイクはこの耐久カールマスカラを押し込んだ上にこちらのセザンヌのマスカラを塗ってます。ナチュラルだけどちょっとアイドルのようなセパレートしたまつげが好きとか、まつげはしっかり1日クリーンとキープしたいっていう方にはとってもおすすめです。ケイトのマスカラ下地有名だと思うんですけど、ケイトはどっちかというとねボリュームと長さ両方出したい、マスカラをたっぷり塗りたい時に使っていて、こちらのセザンヌは繊細で綺麗なセパレートまつげを使いたい時に選ぶって感じです。キャンメイクのクイックラッシュカーラーも似たような印象がある方もいらっしゃるかと思うのですが、個人的にはセザンヌの方がメイクオフが若干しやすいかなっていう印象があるので、まあ何気にねちょうどよくてメイク現場でもすっごく使うし、自分自身でもすごく使います。
はい、ということで本日のサイリクエストはこちら。皆さんが好きなセザンヌのコスメあったらよろしければコメント欄で教えてください。ねえ、なんかほんとセザンヌ大好きだから、いつかセザンヌさんとね、なんかコラボとかできたら嬉しいな。私だったらやっぱアイブロウのね、これすごい好きなんだけど、ブラシがもうちょっとよりふわっとしてたらいいなって思うから、セザンヌさんと作るアイブロウブラシとか、ミックスカラーチーク N のペイルハイライトほんと好きだから、なんかこれに似たちょっと限定色を一緒に作らせていただくとか、なんかそういうのあったらいいななんて、こう密かにセザンヌファンとして夢見ております。ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画を見て一つでもアイテム気になったよっていう方、もうね今すぐ薬局まで走りに行こうかなと思ってくださっている方、ぜひその前にこちらにあるまあるいチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。